こんにちは、速稼塾の久保です。いつもメッセージありがとうございます。今回はですね、クエスチョンについてのアンサーでございます。名付けて隠居 Q&A ですね。お便りいただきました。スマホでの口座開設を完了しました。LINEFX の口座開設キャッシュバックキャンペーンですか、こういったのがあるんですね。スマホは苦手で息子に手伝ってもらいました。口座に5万5000円の入金手続きを取りました。この5万円キャッシュバックの流れを確認しましたところ、2ヶ月間は口座に凍結されること、取引を100万通貨の取引完了とあります。上の理解でよろしいでしょうか、ということですけども、これどれなんですかね。すみません、私もいろんな、ね、案件扱ってますんで、これが、いつ何月何日にのやつかなと。まずはこれ、キャンペーン期間は過ぎてないですかってことと、どこからのキャンペーンなのかなってことがちょっといまいち私もね分かりません。すいません。私は現在は XM の取引所で 0.01 ロットでの取引勉強中です。はい、それは素晴らしいと思います。なので5万円のキャッシュバックをもらうための取引はどうすればいいのか、などなど書いてますけども、すいません、これは何に対してのお問い合わせなのかってことがまずすいません分かりません。何月何日、例えばね、私がこういうのがありますよ、キャンペーンがありますよって紹介したものでしたら、何月何日の、紹介のものなんですけどっていうふうにしていただくとちょっと分かりやすいんですけども、LINEFX の口座開設のキャッシュバックキャンペーンというのを紹介したことがあるような気がしますけども、すいません、ちょっとすぐ思い出せないんで、ちょっとこの辺をまずね、ちょっと申し訳ないですけど明確にしていただければ助かります。ひょっとしたらキャンペーンが終わってる可能性もありますんで、多分今日とか昨日とか紹介したものではないと思うんですよね。で、あと私が紹介したものであればお答えできるんですけども、例えば今 C の木安原シリーズってのがありますけども、そこで紹介しているものでしたら、ちょっとこう死ぬ気がある、そうですね、私に聞いてもらっても全然いいんですけども、とにかくどれの案件なのか、すみません、私もいただいたメールでは判断つきかねますので、もう一回ちょっと教えていただければと思います。すみません、歯切れの悪いことになってしまいました。そうですね、次の作業のアドバイスをお話ししたいところですけども、私がこの作業をやってない可能性もありますんで、そうなると利用規約ですとかね、否認条件っていうその案件の内容を見ていただくことになります。まあもう一回ご連絡いただければと思います。それでは失礼します。